名古屋市森山図書館にある模型法マサ寺森山城は、尾張国主山、現在の愛知県名古屋市森山区市場にあった、日本の城である。1526年、レンガ市総長が館で、松平信貞新地行宿の先駆レンガ会を催し、花に今日、風を、関森山道なりと森山を読んだホックが、総長朱記、下巻に記されておりこれが、 森山が森山と記された書見である。徳川三木や三河物語などによると、1535年には、織田信秀の弟、信仰の居城となっていたが、松平清康が終わり侵略を企てた結果、世に言う森山崩れが起こる。信長後期によると、1555年、信長信仰により、清須織田氏の織田信友が滅ぼされた後、 信仰が清洲城に入った信長より譲られた名古屋城に移ると代わりに信仰の弟の信次が入った。しかし早々に家臣菅西蔵が信長の弟、秀高を殺害するという事件を起こしたために出本城下は信長の弟で秀高の兄である信行の兵により焼き払われた。城には信次の重臣、角田信五らが立てこもり続けていたが、 佐久間信盛の働きにより、信長の異母帝信次を上司とすることで決着した。しかし、信次は他の家臣を徴用した多め野田信吾により、切腹させられ、城には再び信吾十一派が立てこもった。その後、帰参を許された信次が上司に復帰。信次は天正二年、長島一行一期戦において戦没した。天正元年、浅井長政が、 お市の方の兄である、織田信長と対立し、小谷城が攻め落とされ、長政らは自害し、浅井氏は滅亡する。国学院大学の宮本義美の研究により、お市の方と茶々、初、甲の三姉妹は信次に預けられ、森山城に一年間ほど滞在していたことが、明らかとなった。廃城の時期は、桶狭間の戦いの後とも、後に城主に帰り咲いたという信次の仕事も、 長くての戦いの後とも言われる。つい記念、築城者ともに詳細は不明であるが、大英年間には、今川、松平方の城として存在していたとされる。平山城で、美州古城市によると、規模は東西に約58メートル、南北に約51メートル、四方には堀が巡らせてあったと言われる。河村州根本では一重、堀、 奥村徳義本では二重堀とされている。定石とされる丘には、後に清康のために建立された寺院が存在するほか、上司碑が建てられている。以降は、寺院の裏手の竹藪にある空堀をはじめ、本丸があったとされる土壇の一部などが残されている。ありがとうございます。